はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと変わった話題をします。 3D アニメーションです。 3D のアニメーションというのは、僕の方ではコンピューターの会社をやっていた時に、法人としてはとても早くですね、シェイドというような 3D アプリが出てきた時、そしてそれを本格的に 3D CAD とかと組み合わせて、そしてまあ建築用では超大手 D ハウスさんとかですね、森世紀、名前言っていいか、まあさんの 3D アニメーションを作ったりとかいうことをやっていました。そんなこんなで今日はモンスターマッシュという無料の 3D アプリをちょっとお話ししたいと思います。そしてこの画面に作ったのはパソコンではなくて iPad の、それもブラウザでこういうことができるというのを発見しまして、今日はレポートをしています。それでは早速、僕が描いためちゃくちゃ簡単で下手くそな絵をアニメーションできるまでを少し見てみたいと思います。実際僕が指で描いたものです。はい、しばらくするとこういうのになって、もちろん日本語化も自動的に Google がします。 Google Chrome で動いてるからです。そしてまず描くというところを押します。はい、昔よく丸書いてちょんとか言いましたが、本当にそのレベルです。足を書きます。はい、足を書いたらダブルクリックをすると赤色になります。これ複製するという意味で、左右対称のものを作るときに便利です。もう膨らませるというのをすると、もう完全に一つのモデルが出来上がりました。それをアニメートというふうにして、こう動かすことができるんですよね。その動かすことを録音ボタンでレコーディングもできるんです。まだこれ立ち上げて1回目にやってますので、どうなるかもわからないまま、こう動かしてみてるんですよね。はい、はい、こうやってレコーディングをして、こうやるとこの基線上でアニメーションができます。左の足もやります。はい、こんなむちゃくちゃ動かしてもちゃんとこういうふうに動くんですね。素晴らしすぎませんか。本当にこういうようなことが簡単にできる、そしてそれも iPad でできる、なんと便利な世の中になったんでしょう。もっと複雑なことをするのには、写真をなぞったりすると、その写真までも 3D っぽくなるという、もう超便利なソフトです。僕の方でももう少し検証してみたいと思います。村長でした。